どうも、GT です。今回はシアターで後付け実況をやっていこうと思います。ちなみにこれ、なんて書いてあるか分かりませんけど、プレイヤーネームなんとかかんたらかんたら10って書いてあるじゃないですか。俺のプレイヤーネームは、プレイヤーネームつか名前は GTX のはずなんですけど、 BO に来るとなぜか必ずこの名前になります。これバグなのか何なのか分かんないんですけど、もし知ってる方がいたら教えていただきたいです。お願いします。では、再生していきます。ちなみに BO です。 BO とモダンスリーに関してなんですけど、 BO の方が好きです。 PC 版だけですけどね。コンシューマーの時は BO 大嫌いでした。つまんないし、ゴースト多いしって感じでしたけど、モダンスリーでアサシンのせいでゴーストとか何も気にならなくなったし、それに何ですかね、モダン3即死しちゃうけど、即死っていうか、まあ本当体力少ないわのかな、あれはもうすぐ死んじゃうんで嫌だったんですけど、まあ、こっちの方が体力多いし結構楽しめるんですよ。それにほぼリオはほぼ80にゲーム内の設定で変えられるんでいいです。モダン3とかは変えるとしたら外部ツールとか使わないといけないんで、でも外部ツールとか使っちゃうとバンされる可能性があるんで、俺は使わないようにしてるんで、まあその辺もモダン3の嫌なところですかね、今回られるっていうのは。ちなみにゴッド4もこれからはやっていこうかと思ってます。あとマインクラフトも始めました。結構前からほのぼろ結構まあ FPS 疲れるじゃないですか、ずっとやってると。だからそういうのやでちょっとゆったりできるゲーム的なのを知ってマインクラフトに目つけてたんですけど、マインクラフトは何ですかね、海外の人なかなか買い方がよく分かんなくて、でそれで買えなかったんですけど、クラインがくれたんで、それで やろうかなって思ってます。てかやってます。もかなりハマりました。いつの間にか3時間ぐらいやってました。スナイパーなんですけど、 PC 版でコンシューマーでは BO の砂大の苦手なんですけど、 PC 版では BO の砂はメッサ当たるんだけど、モダン3の砂は全然当たんないっていうそこも BO の好きなところの一つですかね。あと話すことは、ちなみにこれ途中参加ですね。あ、さっき言ったか、忘れたわ。途中参加でまあうまくいったんでやっていったんです。ちなみに BO 俺比率2を目指して頑張ってます。でもね、1.75 から全然上がんないんですよ。やっぱ比率2ってすごいっすよね。比率2出してる人ってほんとすごいっすよね。ここでそろそろ終わりになるんですよね。AK が欲しいがためにレベル上げ頑張ってます今33レベルなのかな、ちょっと待ってください。今32レベルですね。で AK38 レベルなんで、38レベルまで頑張りたいと思ってます。では、今回早いですけどこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。